アミキリ一郎は、大韓民国継承南道出身の日系韓国人であり、韓国の本願である、島間も節氏の子祖である。キノコ栽培に尽力し、生前はキノコ博士として知られていた。1942年、元巡査部長で旅客者営業所長の日本人、アミキリ吉右衛門、韓国人両トレの一人息子として、継承南道近海で生まれる。 1945年8月、終戦に伴い、吉右衛門が収容所に軟禁。近隣の家に遊びに行っていた一郎と再会することなく、9月に日本に強制送還される。陳樹氏の母方の祖父や医師に引き取られ、孫として育てられる。この家族のもと、韓国人として過ごすが、迫害も経験する。高校2年生時に祖父が死去。 退学後の1958年、富山畜産業共同組合に勤務。数年後、婚姻届け時に祖父の養子であることを知り、肉親探しを始める。NHK ラジオタズネねとの時間がきっかけで1967年1月、吉江門門より頼りが届く。高頭癌の後遺症で、高温障害であった吉江門と所管の交換を重ねる。 一刻も早い再会を望んだが、兵役義務未遂行のため海外渡航は不認可となる。8月初め、吉右衛門が認知手続きのため訪れた鹿児島市で脳卒中で倒れる。31日、吉右衛門死去。それでも祖国の地を踏み、日本男子として生きる願いを果たすため、1968年5月より兵役に就く。1970年、 裁判の末、ジップの戸籍に入籍。兵役義務が消滅し、23ヶ月で退役する。この時期の裁判費用で多額の借金を背負う。日本への渡航も果たし、移住も検討したが、ジップの遺産問題や育った国への思いなどもあり、韓国に帰化。吉右衛門の出身地である、鹿児島県南種町島間を本願とする、島間もお説の始祖となった。 親類から譲り受けた農園で稲作業を営むが不審で、1972年からキノコ栽培を始める。1994年には韓国内で初めて林林栽培に成功し、2001年30年間培われたキノコ栽培技術が認められて、第35回新農民省大統領賞を受賞した。この間、地元の佐藤佐も歴任。これらの実績により、 キノコ博士と呼ばれた。宅地開発による農場移転後の2009年からは産地と競り栽培にも取り組んだ。また、日韓農家の交換ホームステイにも取り組み、日韓親善に尽力した。2012年8月21日、農作業中に倒れ、69歳で死去。ありがとうございます。